はい、今日のゲストはマー君こと川村正弘プロです。始まりますね。ヨーロピアンツアー転戦しております。お願いします。ちょ、ガチ勝負してよ、二人で。ガチ勝負になるようなゴルフができるのか。アニさんのセカンド、160ヤード。マーク何ヤード？何番やん。はい、マー君のセカンドショット。帰ってこず、右オンオン。はい、谷さんの3打目、ちょっとショート。うん、どこ向いて打つのかと思ったけどね、今。すごいな、いきなり打つの。とりあえず2日間パター練習してないですもん。はい、マー君のバーディートライ。はい、バーディートライ。取られる前に打った方が良かったのに。なんで？外れそうじゃないですか、取られると。大丈夫か。はい、大丈夫でした。大丈夫でした。はい、このホールはパーパー。はい、マーク2番ホール、ここね、パー5です。500ヤードぐらいありますかね。ある。届かない。なんかオシャンティーに打ちましたなぁ。懐かしい2番アイアン持ってるね、マー君。その辺にピシャッと打ちゃい。ちょっと待ってよ、それ。何これ。すごい取ってきますね。ティー。打てない。これ谷口拓也のティーでしょ。あら、ちょっと失敗。あ、あれバンカー入っちゃうよ。はい、トン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 。昨日の2トン。谷さんの3打目、144ヤードピンまで。お、乗りました。砂地に入っちゃったね。顎当たるかな。ピンまで何ヤード、マーク。127ぐらいです。127右から。顎高いねー。こうなら、たぶん。え、そんな曲がんの？なりそうな気がする。曲がったって曲がったけどね。曲がったは曲がったですね。あ、でも、エッジまで行ってないけど。惜しい。さあ、マー君の、ちょっと近すぎた。頼む。ピンまで狩りに行ってくれ。戻ってきちゃったじゃん。さあ、バーディーパット。いや、バーディーパットじゃないよ、それ。え？パパット？残念。お、お、お、おー、惜しい。ナイスパー。はい、お先。お先がケツのドアップだけどね、これ。何ヤードでしょ。
とね、209。ちょっとこの映像ばっかつまんないから前にしよう。マジ209ヤード3番ヤンヤン。高いね。右だ、ちょい手前、わかんない、距離は見えない、見えなかった、うん、見えない。3番ヤン高っ。かぶっていった。ナイスオン。見えない。うん。おお、うまい、うまい。おお。ナイスタッチ。マー君のバーディートライ。バーディーチャンス。狙ってきたな。微妙な距離残りましたね。谷さんのバーディートライ。外しそうらしいです。あ、OK ですね。取られるのか。早いな、来るのが。うわぁ、マー君外しとやなぁ。ほらぁ、もう。ボギーボギーですよ、プロゴルファー。スリーパット？スリーパットですね。はい、4番ホール、パー4。ちバンカー入っちゃう。あれ入んのよ。入ればよ。あそこ入んのよ。あ、全部落ちていくのよ。左半分に打たないとダメってことですね。うん。でも左行きすぎるとセカンドはすごい長いの。それも嫌だな。うん。28ヤードもあるんですよね。なんかもう普通のショットを撮ってもつまんないからもう顔だけ撮っとこう。いや近いですね、うん、さあボギーボギーできてハンディキャップ1のホールセカンドショットを迎えてます。もうどこ撮ってんすか。顔と真面目にやらないと。あ、顔だけ撮られてる方がいいわ。ほら、言った。やりました。ここはウエストエリア。谷さんも顔だけ撮らないとフェアじゃないですよ。はい、わかりました。どういうこと。谷さんの3打目、何ヤードですか。74ヤード。顔だけ取られた。でもナイスタッチ。でも、もう OK だな、入れといたら。顔だけ取るのやめよう。ナイスショットするから。谷さん、あのマー君は結果を取られてない方がいいんです。すごいね、サラッとパー。ナイスパー。ハンディキャップ1の方。このパーはすごいね。緊張がなかったね。谷さんのパーパット。サウイチ。結構早いね。マー君バーディーチャンス？でももう2パットで勝ちなんだ。これ一番ダメなこのストロークを取ってみよう。ストロークは綺麗なんで大丈夫なんですよ。結果が伴わないだけで。やっほー。よし、残念。あー、バーディー取りたかったな。もうパーとボギーしかないです。
プロプレパー同士の、まあ、プライベートのゴルフとどれだけ違いがあるかっていうのを見てもらうことで、これシネマティックモード、うん、ドラコンのさ、ザキヤマさん、ね、YouTube 上げたらさ、うちのも試してよって、いい球だ。でも結構弾くね。多分。よし。よっしゃ。動きがもう監督。映画監督。なんかちょっと怪しい。全裸監督。全裸監督って映画知らん？知らん。作品作品。うん。よし。すり足すり足。全裸監督どうですか？お。ついにバーディーか。一番寄った、一番寄った。すごいな。マー君、105。105。ダフらないように。戻りました。戻りました。ああ、落ちてきた。できました。キルクルやっちゃう？これダフったら本当空振りしますよ。こんだけ逆目だったら。なんか変わった人がいるのここに。もう一回やっていいですか？リベンジリベンジ。いいですよ。どうぞ。今のはなしね。今のはなし。今のはなしね。テイク2。テイク2。カメラに抱いて大きさにやりすぎた。ナイス。光ったな。あれ、さっきね、いいバーディーをね、この対決で初めてのバーディーをね、取るのを忘れた。あのクソキャディ。すいませんでした。何に集中してたのか知らねえけど、あのね、マー君が変わったことするからちょっと見ちゃった。先に動画を見ちゃった。うん、イメージ出てますよ。はい、7番ホール。そう、なんかおー、よいしょー。いいね、いいね。ちょっとアゲンスト左から、左から。この画面に最後まで残る低い球。マー君、全然あのね、打球は追えないから。マジですか？うん。追えないから。今日転がりそうやな。真面目に撮ってんすかそれ。むしろいいんだからさ。すいません。あー、来た。バーディーチャンス。まあまあ。まあまあ。もうしょうがない。OK です。谷さんのバーディートライ。正真正銘のバーディー。こっちに入らへんねん。どれだどれだ。入った。ナイスバーディー。ナイスバーディー。もうマー君乾杯やん。ノリはしないですね。ノリはね、今日風が左横、キャリーで行くことはないと思う。190キャリーだ。バンカー越え。すごい
カンド84ヤード。あ、スカッタ。めっちゃスカッタ。え、これ。あ、止まれ止まれ止まれ。めっちゃチャンス。あ、止まれ止まれ止まれ。マーク残念ながらバンカー。じゃん。何にも見えないでしょ。多分だいたい75ヤードぐらいかな。そうですね。何番マー君？7番です。7番やん。これ後で鳴らすの大変だな、こんなことしたら。7番アイアン。当たりませんでした。はい、もう3打目。ラインが見えない、まず。オーケー。ナイスタッチ。ナイスね。まっすぐ。入るか。あ、弱い。残念。めっちゃバーディーパット。はい。またボギーです。ラインがアマチュアの人が。そう、うん。アマチュアにしたら厳しいと思う。ここだ。みんなのスイング取るならここだな。自画自賛。面白すぎる。難しいと思うよ。30代だけどね、みたいな。よいしょ、よいしょ、じゃあ、はい、マー君。続いて、はい、マー君の方取っといてあれば。綺麗なんだね、ここ。悩んでドラゴン。9番、今日の最終ホール、セカンドショット。さあ、マー君。行かないですね、意外と。意外とね、ここからでも265ぐらいあるでしょ、ピンまで。これ、左から行けるんですか？うん。直ドラ。直ドラー帰ってきません。さあ、マー君、トランプの3番目指して。さあ、初バーディーなるか。さあ、サードショット。ピンまで54。谷口家やん、これ。谷口家。ああ、頭がハゲてるってことね。うるさいよ。うわ、戻っちゃった。入った。ナイス。ナイスパッ。さあ、マー君。ヌフちゃん、ボギーパット。うまい。ナイス。さあ、マー君、初バーディーなるか。
残念。うん、スライスはしました。スライスはしましたね。やれやれ。大丈夫かこれ。ご視聴ありがとうございました。またいいと思ったらいいねボタン、また高評価よろしくお願いします。またチャンネル登録もよろしくお願いします。